はい、駅です。今日ご紹介するのはこういったパンをきれいにきれいに簡単に切ることができるエレクトリックナイフスリムになります。商品はこちら、刃がついていて、で持ち手の部分に電源スイッチがあります。で刃はここのボタンで取り外して洗うことができます。で刃がこれ2枚刃になっているので、この2枚の刃できれいに切ることができるんです。これ外して洗うことができますからね。例えばホームベーカリーとかで毎日、まあ毎日じゃなくても、パンを焼いている方、苦労しているのがせっかく作ったパンなのに切ると断面がボロボロになって削りパンのカスが出てきてしまう。で今日、まあ、例えばこういったフランスパンなんかも長いのでちょっと切って置いときたい、そんな時にエレクトリックナイフなら簡単に切れます。使い方はここの電源スイッチを押しながら上にスライドします。そうするとこの刃が2枚の刃がスライドして切ります。じゃあせっかくなので切ってみますね。このパンの上にナイフの刃を当てて、であとは上から当ててあとは電源スイッチを押すだけ。こんな感じで綺麗に切ることができます。で薄く切ることも簡単にできます。こんな感じです。でそれからですね、パンだけではなくて、まあケーキなんかも非常にいいですし、もうすごく切るのが難しいシュークリームをご用意させていただきました。こういったシュークリーム、まあ、中にシューがたくさん入っているので、普通の包丁だったらまず中のクリームがじわっと出ますよね。このエレクトリックナイフ、このシュークリームを切るのも得意なんです。上に当てます。そして電源スイッチを押してスライドします。いきます。こんな感じです。クリームを出ることなく本当に断面が綺麗に見せますね。こんな感じで切れますので、もう2人で召し上がりたいとき、まあ、2つにしていただいて召し上がっていただければなと思います。で刃が使い終わったらこのボタンを押して刃を抜いて、あとは丸洗い、もうこれだけでできます。でこれ電源自体はもうこれ充電式になってますので、もうケーブル煩わしくないです。で充電はこれ USB-C ポート、まあ、USB ですね、 USB の端子がついてますので、付属のケーブルに USB ケーブルをつけていただいて、あとはまあコンセントでもいい、 AC コンセントチャージャーでもいいですし、こういったモバイルバッテリーなんかでも簡単に充電できますので、もうこれで充電ができますので、まあ、なかなか家電ってコンセントがどこ行っちゃった、 IC アダプターどこ行っちゃったんだろうっていうことが結構ありますので、もうお手持ちのスマホのモバイルバッテリーで、スマホの充電器でもいいですし、モバイルバッテリーで簡単に充電することができます。あとはストラップついてますので、キッチンのところに引っ掛けていただいて、でこちらの刃は包丁の入れるところでも入れておいていただければすぐに使うことができます。もう簡単に断面をきれいに切ることができるエレクトリックナイフスリム、税込み5980円となります。よろしくお願いします。